さあやってまいりましょう。手持ちのつもすべて紹介し終わるまで終われません。続きましてはセバスチャン・リトル・マーメイドよりですね、彼も初期面なんですね。ポイントは高いんだけどね、ポイント、あの消した時の積むのね。だけどまあ12個15個しか消せないっていうのは非常にレベルとしてはまあちょっと厳しいところがあるんじゃないかっていう感じの積むだね。で言っておきながら、全然そのセバスチャンの積むが消せる状況になる。うわっ、あっ、予約7個。まあ前も話したけどね、やっぱりこう初期の積むってこうなかなか消す数的にはそんなに多くないから、せめてねこうスキルが溜まるまでの積む数の制限っていうのをちょっと減らしてくれたらまた返り咲くんじゃないかなって、そういう補正がかかったら面白いんだけどね。ちょっと前までやってたんですけど、あのドラクエのもうドラゴンゴルフで一番飛ばしたやつがやるやつ、ドラゴンクエストモンスターズのスーパーライトをずっとやってたんですけど、あれですよ、あの、ま、初期に出てきた魔王とかがあまりにもその後半から出てきたね、ダークドレアムとかね、 そいつらと比べたら弱いっていうことだったんで、まあ、初期のね竜王とかシドウとかハーゴンとかっていうのは補正がかかったっていうのがあったんで、まあ、そういう仕様をね、もしねツムツムとかでも見つけてくれたらね、返り咲いたら面白いんだけどな。まああれに関してはストーリー系の RPG だから、まあ RPG ストーリーか、だからまあ一概にはそういうのは難しいのかな。うん、ポコ難しいってところなんだろうね、きっとね。うん、もう今はねやらなくなってね、なんだっけ、あ、そうアンインストールしちゃって、でなんかあのあれですよ、一回でもなんか久々にやりたいなと思ってね、昔のその写真でバックアップというか、なんかあの秘密の暗号みたいに撮ってたんで、それやってこれだと思ったら、実はもう一回使っちゃってたやつだったんで、これでは入ることができませんって弾き返されて、もう本当に断念したっていうところですね。時々ホームページとかなんか広告とかで新しいツムが出ました的なやつだった時に、うわーこれまたやりてえなーと思ったりするんですけど、ぐっとこらえて我慢。はい、ということでセバスチャンでした。バイバイ。